あやぴです。れいちゃんです。せーの、こんにちは、ラリーズです。はい、ということで、はい、本日は GX 生の一人一人の好きなシーンを振り返ろうという動画をちょっと撮ってみたいなと思います。一人一人はね、初めてですもんね。いや、初めてだね、うん、そう、前回はジェグの好きな回についてこう、はいはいはい、話しためっちゃ長い動画があったんですけど、うん、本当にこれもまた語りがメインのものなので、はい、ね、ゆっくりとながら見で楽しんでいただけたらなと思います。決め方なんですけど、はい、ちょっとこのめっちゃボロボロの袋の中に出ている20人の写真が入っております。はい、で、この中から1枚引いていって、はい、出たメンバーの好きなシーンを語っていこうかなと、はい、いう感じになりますね。はい、ただ元くんの写真がないので、はい、元くんだけ、太一くんかな、太一くんが今ここに、はい、一番上にあったので、太一くんのちょっと引きの写真、それを元くんとして入れてあります。それが出たら元くん、それが出たら元くんって、太一くんのアップは太一くん、引きは元くんっていう感じで。怖いな。面白い。じゃんけんで、じゃんけんしましょう。勝った方から引いて、じゃあグー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 、おー、誰なの、一発目よ。おー、うくちゃん。わ、いっぱいあるもん。いや、うくちゃんはありすぎるよ。うくちゃんはありすぎる。れいちゃんも私も共通で好きなシーンだと思うんだけど、4話の教官との別れの時に、はい、教官が、あ、足りないやつおるかって時に、いましぇーんって、うくちゃんが言った、いましぇーんって言ってる、あそこがもう可愛すぎて大好きで。大好き、あそこ。あそこね、うちら的にいつも真似しますもんね。大好きポイントで、あれが本当にあんな素直にまっすぐ、いましぇーんって返す、本当になんか素直な方というか、そう、人間まっすぐさが出てるなってすごい思って、3、4話がめっちゃうくちゃんすごい詰まってましたよね。リーダーも率先して、あとは綱引きの、足をやっちゃったところ、ユナクさんにこうやって慰められるところで、なんか情けないみたいな、自分の不甲斐なさみたいなことで泣いてたのが、もう長い道のりを歩くやつで、お水のところも渡すときにありがとね、ごめんね、ありがとねみたいなことを言ってるのも、もう本当に心からいい人なんだろうなっていうのが、間違いない、すごく伝わってきて、そこでうくちゃんの印象がすごいよね。そう、分かりましたよね。合宿中も結構いろんなシーンで、多分すぐ翻訳してあげてたの、そう、中にうくちゃん多分結構いたと思うんだよね、なんか映ってはないけど、なんか声的に、うくちゃん、ね、誰かが喋った言葉をすぐ韓国語に翻訳したりとか、逆もしかりで、多分そういうのも率先してすごいやってるの、男前ですよね。すごいなって、本当に男前だなって思って、男前。モンシクさんはね、レコーディングの回のシーンで、はい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 、ジェラシーのレコーディングをしている時に、ちょっとこういう感じで多分送ったない、まずここのね、この、はいはいはい、手がめっちゃすごい、やってた、いい動きしたのよ。送ったないに聞く、うつぐの待てたてる、たったずにっていう、おったい終わってすぐパッてきて、めっちゃ不安そうな顔して、大丈夫ですかみたいな感じで見る、あの、かわいかったね、ほんとに行動がめっちゃ小動物みたいで、かわいい、キャラ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 、なんか気を入ってきて、そう、やっぱ結構人の顔見てすごい話聞いたりするところもかわいいって、いつだかの感想とかで言ったんですけど、かわいかった。そう、それとともになんかめっちゃ個人的には好きなシーンですね、そこが。MV 撮影してる時の、C チームが撮影してる時の、こうモニターを小倉くんと大石さんで見ながら、こうなんか翔平くんのことをちょっと軽くディスってるところ、なんか、あ、見てください、翔平くんはパンパンですね、顔がむくんでますね。そこがめっちゃ大好きで、翔平くん、そこでね、パカくんとニコニコしながら楽しそうに喋ってるのが本当に可愛いなって思っちゃ、思っちゃそこの大石さん、ニコニコ大石さんが印象深いですね。なんかすごいちょっと無邪気ないたずらっ子みたいな感じの時あるじゃん、大石さんって。なんか最年長だけど、ね、こうなんか親しみやすさみたいな、すごい無邪気さがね、可愛いですよね。そう、オフショットの時もね、なんかみんなに目つぶってって言って、そうはい、これでーすってやってる時とかもめっちゃ可愛いってなるから、可愛いみたいになるのがなんか大きいのかな、ギャップがすごいあるなって。ねー、間違いない。そういうとこがいいですね。いいですね。
これ何分かかるんだろう。本当にめっちゃ長くなりそう。何時間かかる。じゃあこの人いきます。はい、の、お、林くん。林くん、真っ白になっちゃった。定感メンバーで来た林くんですね。ですね、3話からの登場でしたが、うん、あの秀樹くんが階段ダッシュした後に、うんうんうん、こう降りてくるシーンで、うんね、林くんが途中まで迎え行って水も持ってたのかな、うん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 、ね、迎え行って手つないで一緒に降りてくるってところでめっちゃ優しくないかと思って、そこが一番私的には、確かに林くんの印象が強いシーンですかね。だってね、自分もダッシュし終わった後に疲れてるだろう。そう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 、途中まで迎え行って手引いて降りてきて、印象が深いですね。確かに、うん、私も結構その千葉合宿のとこが印象残ってて、うん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 、3話 の、 そのダイエット組でご飯食べるってなった時に、はい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 、そう結構やっぱダイエット組はね、うん、あきついなみたいなちょっと不満も漏れちゃう方とかもいたんだけど、うんうん、その中で林くんは、うん、でも自分で管理するより良くないっすかって言ったあの一言が、うわ、そうやって考えられるの、ね、本当にすごい素敵だなと思って、うん、だって極限の中で絶対もう普通だったらね、うん、マジかよってなるとかで、うん、そう思ってたかもしれないけど、ね、でもちゃんとそうやっていやでも自分でやるよりいいっすよねって考えられる、ちゃんとね、そう、もう言えるのがすごい林くんの、うん、なんだろう、やっぱ人の良さかな、そこもやっぱやっぱね、出ましたよね、出てました、本当に考え方の素晴らしさみたいなのがちょっと感じられましたね、うん、感じられますね。やっぱ千葉合宿が林くんも印象が残ってるかな、うん、結構残ってる、残ってますかね、うん、やっぱ千葉合宿ってなんか人間性が見えるところでもあったから、うん、すごく、ね、思い出に残ってるシーンでしたね。ですね、はい、せーの、おお引きましたね、推しを引きましたね、語りきれないよ、レイちゃんは語りきれないな、これ。うわ最初の方でこうユナクさんが言うことをすごいキョロキョロして、うんうんうん、こう表情がね豊かですっごい可愛いなと思ってそこにすごく惹かれまして、うん、推しになったっていうポイントはありましたね、うん、ラッパーだよキョロキョロみたいなね、すっごいこれもめっちゃ断片的なシーンだけど、はい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 、チョコ食べてあーってなったあのシーンを見て、あ、なんて美味しそうにチョコ食べるんだって本当に嬉しいんだろうなが素直に伝わってきて、あそこ私めっちゃ可愛いってなった、本当に素直な人なんだなっていうのがすごい伝わって、うん、もうそっからもう母性本能がくすぐられて、ミニに乗る人が選ばれるチェキを取るシーンで、うん、ゴーミン君とふざけてなんか、うん、ってなんかふざけ合ってるところとか、なんかウクちゃんがセクシーポーズした時にキモいって言われて、キモいがセクシーですかって言ってるあのなんかわちゃわちゃのとこにいるヒド君、あんななんか無邪気に笑ってるのはそこで初めて見たぐらいのなんか感覚だったから、ね、個人的に可愛いなってなった。可愛かった本当に。4話か5話 の、うん、あのみんなの辛かった話をする時のヒド君が話してて、でその中でも話し終わった時に、うん、自分一人だけ、ね、この場の空気を和まそうとしてるのが、うん、てか終わった後に自分でガーって拍手してたところと、はいはいはい、あと隣のひなちゃんと、うん、あと林くんが、うん、こう泣きながら話し終わった時にこうやって、うん、大丈夫こうやってやってたところも本当に人の良さが出るなと思って、ずっと忘れられないシーンですね、思い出の。語り足りないと思うけど。そうなんだよ、続々と選べないんですよ、まだ4人なのでそう、まだ4人だこんだけ撮ってまだ4人だから、せーの、うん、おこれは太一くんだ、あ、太一くんだ、では太一くんですね、太一くんですね、太一くんはありすぎるんだよショーケースから話すと、うんうん、もうショーケースの印象が強すぎて最初もうねなんかすごい強い人来たな、すごいぞなと思って、でもねだんだん回を重ねるごとに、うん、
この太一くんの人間性が見えてくるんですよね。最初グッときたのがちょっとさっきの林くんのとこと似てるんだけど、はいはい、やっぱダイエットメニューのところで不満を漏らしちゃったメンバーに対して、うんうん、なんで俺たちはこういうメニューを出されてるのかっていうのをもっと考えなきゃいけないと思ったって言った時に、うんうんうん、ああすごいと思って、本当にちょっと、ね、マジでさっきと同じ感想になるけど、極限の中でもちゃんとそうやって自分がどうしてこうなったのかっていうのを考えて、それをねちゃんとわきまえているみたいな、それに本当にグッときてきましたね、本当にね、かっこいいなって思った。本当に最初の、まあ、トラチームとかね、部屋が決まって最初みんな入ってくるシーンで、もう大地くんとねゴミンくんのやりとりが可愛すぎてね、なんか韓国語教えてもらってみたいな、そういうゴミンくんとやりとり、ヒョンス君のやりとりがあったり、ウェイっていうね、なんかねかわいいみたいな感じで、そう自分からこうなんかみんなが仲良くなりに行こうとしてる感じが、すごい人間の良さを、人の良さを感じるところだったなってすごい見てて思いましたね。確かに太一くん見てると本当に笑顔になれますわ、かるなんかニコニコして見ちゃうよね。そうなんだよ、MV のリアクションでもね、やっぱうちら太一くん出てくると、うん、そうみたいなやつ、なんか落ち着くんですよね。確かに見るとなんかねすごいなんか楽しくなる、なんかわかんないけどなんか地元のダチみたいな、そう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 、なんか感覚ダチ来たみたいな、あれだけなんか人を引きつけるなんか魅力がね、魅力がすごいある、あるなって思うね、うん、